第3シード高田に対する柳ヶ浦は5回ランナーを3塁に置いてキャプテン服部が犠牲フライ。柳ヶ浦はこの1点を守りきりシード校高田に勝利しました。第3試合は国崎がリードしています。明日も2回戦3試合が予定されています。